星に走ってるかもしれないんですけども、今回あくまでもシェアですので。いやー、でも惹かれちゃうかもな。めっちゃうまい。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は普通の人から比べるとかなり物は持っていないと思います。実際に僕の住んでいる賃貸は6畳ワンルームなんですけども、キッチンの方も非常に狭くなっております。で、これだけ狭いキッチンなので、普段自炊してるんですか、料理ちゃんとできてますかっていう質問だったりコメントを結構いただきます。料理したいんだけども狭いか理由で料理できてないっていう人も結構いらっしゃると思うんで、こういうスペースでもちゃんと工夫すれば料理できるよっていうところをちょっとシェアさせていただきたいなというふうに思います。ちなみに最近は冷蔵庫に1日2日分の食材は入れるようにしてます。今回使う食材はこちらです。前菜は納豆とキムチ、主菜はお肉、キノコ類、キャベツです。あくまでも今日の献立ですから、毎日これじゃないです。はい、でも早速火つけちゃいましょう。時間短縮のためにもうキャベツを入れちゃいましょう。もうざっくり入れちゃいましょう。で、蓋をします。おお、いい音ですね。たまたま家にあった割り箸で料理してますけども、単純に入れすぎちゃったよ。で、温まったここにこのキノコたちを入れます。はい、醤油と本みりん。ちなみに僕が学生の時に寿司屋でアルバイトしていたことがあるんですけど、そこにいた職人さんが醤油とみりんをマスターすれば何でもご飯は作れるっていうふうに教えてくれました。で、あとはもうしゃぶしゃぶと同じ感じでこの肉たちを投入していきます。この鍋入りきるかな、不安だな。うわ、うまそう。かなりいい感じになってきました。はい、完成です。お好みでごま油なんかかけちゃったりして。これがスタミナたっぷり栄養満点男飯です。こんな感じで僕は激狭キッチンの中でもスタミナたっぷり栄養たっぷり食べ合わせ完璧な食材を食べてます。それではいただきます。まずは前菜からってやろうと思ったんですけども、お腹空きすぎちゃって、もう主菜からいただきます。うんまっ。これが地味に翌朝助かるんですよ。今回洗うお皿ってこの3つだけですもんね。楽。お腹いっぱいだ。料理の見た目だったり見栄えだったり、その調理方法であったり、まあ、かなりですね、ツッコミどころがあったと思いますけども、ちょっと料理の方も調理器具の方なんかもブラッシュアップしていかないといけないのかななんていうふうに思いました。まあでも部屋が狭いからな、でもキッチン狭いからな、なんか正直あれが楽だからあれでいいや。やっぱでもミニマリストって地味だな。ちょっと絵的に地味な動画がついちゃったんで、次のシーンでちょっと挽回したいなというふうに思います。それでは明日のショッピンさん、しっかり挽回してください。お願いします。はい、どうも、翌午後のショッピンです。で、今こう外回りの仕事が終わって、今こうお昼ご飯を食べようかなと思ってるところです。で、今からちょっとこれをいただきたいと思います。どうです、さっきと比べて全然絵が映えますよね。うーん、うまい、めっちゃうまい。今日は最高気温が21度らしいです。なのでもう普通にもう半袖なんですけど、うまっ。というかここの公園本当に気持ちいいです。こういうのも今しかできないと思いますね。夏になっちゃったら多分もう死んじゃうと思うんで、なので皆さんもぜひ外でピクニックしてみてはいかがでしょうか。こんな感じで今回もですね、ちょっとでも参考になりました、まあ面白かったですって思っていただけた場合はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。今回の動画大丈夫かなってすごい不安なんですけども、はい、なんかもしもっとこういうことしたらいいんじゃないですかみたいな、なんかこうアドバイスがあったらぜひお願いします。ということで今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。